はい、皆さんこんにちは。キングダムカム続きをね、やっていきたいと思います。前回はね、夜、高貴なね、お姫様としっぽりトークをして、ちょっと眠りについた時に、やはり、あの敵がですね、この城さえも襲ってきたということで起こされました。さあ、今の持ち物は、剣を持ってんだよね。一応クエストアイテムっていうことで使えるのかわかんないんだけど、剣を持ってるみたいなんですよね。このね、ラードッツィの。ちょっとね、このステータスを見るといろいろ面白いですよね。ヘルスは100で傷はないってことですけど、エナジー、体力かな。あとは栄養。ビジビリティって何なんだろうね。こう見えやすさみたいなことだろうけど、でね、このコンスピックがね、73って何なんですかね。コンスピックってひょっとしたら目立つとかね、そういった意味なのかな。ノイズ、そういった意味だろうね。なんか目立ってないってことなのかな。カリスマがある、目立ちすぎてるっていうことかな。この赤はなんかここら辺がね、わからないんですけど、もしわかる人いたら教えてほしいんですが、はい、じゃあやっていきますか。寝てるよ。ほうほうほう。ん？雨降ってるね。ガード、話してみようか。God be with you. 神と共に。どうしたんだ？なんもないよと。君はどうしたんだいって。ロバートと一緒にいるのを見たぞと。なんか特に引き出せそうでもないの。おお、すごい。なんか話してる。まあいい。かな、こっちにロバートがいそうだね。いた。攻撃に備えろって言ってる。ロバート、これだ。彼とね、このロバートの顔がちょっと似てるよね。どうしたんですか？わかんない。全く馬鹿げてる。どうやらね、密偵というかスカウトが来てたようだね。それがどっからの軍隊からのスカウトなのかわかんないってことですね。偵察隊が来た。全くわからないと。とにかくね、手がかりが見つかったら言うよっていうことですかね。おお。止まれと。あ、なんだ、ラッツェかと。彼らはね、村の生き残りですね。最後に城の中で、守られた人たちですね。お、私の話ですね。今いるぞって。我々にこう警告してくれたんだと。若い男だと。ゆっくりはできないよと。It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense.
まあ、寒いんだね。そうだよね。もう急いでるんだもんね。あ、私の話ですね。お、以前会いましたよね。勇気があるなと。ね、君に起こったことは残念に思うと。あの村に一回戻りたいって言っちゃってる。父と母を残すことはできないと。ああ、ちゃんと死体をね、あの葬ってから、あなたの軍隊に入りたいって言ってる。ああ、もうそんなことする必要ないと。そんな時期じゃないと。今そんな状態じゃないんだと。要は早く来いよっていうことを言ってますね。うん、今でも彼は怪我してるから。なんとかこのまだ村にね、この城に入れることになったようですね。暗黒時代に突入したぞと。なんか彼もね、純粋な正義な感じはしないですよね。一番に逃げて城の中入りましたからね。よし、彼と話しますか。なんか手助けできないかと。Will you keep watch at the battlements, my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request. ここでね、見張りをしてほしいと。これは命令じゃなくて要求だと、要望だと言ってますね。あ、ごめん、なんかね、ぶつかっちゃうんだよね。さあ、見張り役ということかな。真っ暗だね。彼も見張りだね。お、何これ。あ、やばい、プライベートエリア、よいしょ。僕Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today.今日はね、特に何も起こんないよと。よし。まあ朝まで待てということですね。もう家帰ってね、家っていうか部屋帰って寝ちゃってもいいのかな。よいしょ。確かこっちから来たんだよね。あんまりいろんなとこ、このドラクエみたいに散策するようなこともやらない方がいいよね。ま、てか私全然寝てないからね。結構厳重だね、ここは。よし。それでは、おいしょと。すいませんね、と。あれ？開けっぱなしが好きなの？これ。そういうこと？よしと。じゃあ、寝ますか。よいしょ。あ、松明持って寝ちゃってる感じもするけど。朝まで寝てていいよって、もう朝、すぐだけど。じゃあ8時ぐらいまで寝ようか。
起こされちゃうかな、また。さあ、エナジーが回復しだしたね。おっと、なんか、やばいね、これは。この音やばいよ。よし。行こう。アンティルモーニングだ。起きて。よし。松明持ってた。急げ急げ急げ。ホルンが鳴ってたよ。あ、開いてる。どうしたの？ちょっと寝坊しちゃった感があるけど。ん？村人？だね。うわあ。来てる。もうこれで終わりだ。スカルツのようにって言ってるね。ああ、助けてください、助けてくださいと。Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. お、来たよ。ここがシグメントですね。I don't think he will set his heathen dogs on us today.Greetings, Lord of Tomberg. 彼だ。あいつが両親を。Don't be an idiot. Did you want to end up like them? I am Sir Mark Vart von Aulitz. 両親みたいになりたいのかと。静かにしとけと。Luxembourg, King of Hungary and Croatia.ラードっていうのね、行き先はどこに行ったのか君は知ってるかって聞いちゃってるね。Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talberg. 彼は少なくともここにはいないのは事実ですよと。とにかくここにはいないと。彼をかくまうね、理由はないよと。よくわかったと。どうやら戦争はね、免れたようですね。タブ、どうか。さあ、どうかな。ああ、よかった。まあ、キングに歯向かったっていうことでね。我々の村の人たちが殺されたということで理不尽ですけどね。交渉力ありますね、この人。はい、一段落したと言ったとこでしょうかね。この続きは見たいという方いらっしゃったらぜひいいねお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。それでは。